い、こんにちは、今日はですね、レムリアのお話をね、またしようと思います。レムリアっていうのはですね、今その魂の人がたくさん戻ってきてて、これからの新しい世界をまた新しく作っていくときに、レムリアの時の復活っていうのを地球上でしたいっていうことで、今のタイミングにたくさんの魂が、その由来の魂の人が地球に生まれてきているっていうことをこの間お話ししたんですけど、じゃあそのレムリアの時のカルマっていうのは何なのかっていうところで、アトランティスとレムリアの文明があったという話もこの間したんですね。で、その時の話を今日はしようかなと思って、レムリア大陸が沈んだ時の話ですね。そしてそのレムリアの魂の人たちがどうして今戻ろうとして、今回の新しい切り替わりのタイミングに生まれてきているのかっていう魂の方のカルマの方と、あともう一つ、そのレムリアの遺伝子が肉体の方にも残ってるんですね。レムリアの時の人たちがそのまま大陸から他の大陸へと散らばっていって、それがこう脈々とね、受け継がれて肉体で残っている、血族として残っている、そういう血のカルマの方もあって、この2種類があります、レムリアの由来の方っていうところでは。レムリア大陸が沈んだ時、その時はある程度決まってたんですね。で、まあ、レムリアも国を治めていく、運営していくっていうところでは王国という形になっていたし、そこには長老会っていう長老たちのグループがあったんですね。で、そこで大事なことは決めていくと。で、その長老会っていうのがある中で、また別にレムリアの土地のそれぞれのところに大きな神殿がいくつか点在していまして、そこで祈りをするシャーマン、神官と呼ばれる存在、基本的には女性ですね、女性たちが働いている。そしてその神殿のトップ、神殿の祈りを一手に引き受ける方が一人いるんですね。だから長老会の中にもその方たちは別でこう意見を言えるっていうような形で構成されてました、ざっくりと言うと。で、その、まあ、トップには女王と王様っていうふうにいたんですけど、今のね、こうイメージする王様とか女王とかではなく、あくまでもフラットなんですよね、レムリアの時代って。ピラミッドじゃないから、だから女王と王様って言ったって特別な生活をしているわけじゃなくて、みんなと話し合って、そして行く末、方向を決めていくっていう役割を天から与えられた人、そういう方が女王になる。イメージで言うと日本で言ったら卑弥呼みたいな役割ですね。それが人間が選出して決めるとか、親がそうだったから子供が引き受けるっていうような形ではなく、天が定めるんですね。天が定めた方が女王、そして王様になって、天の意思を聞きながらレムリアの人たちと相談して決めていく、そういう世界でした。そんな中で大陸が沈むっていうことはほぼほぼ決まってたんですね。これは天の意思としても決まってて、ただ時期をいつにするかっていうだけの話だったんですよ。なので一般の人たちにもレムリア大陸がこのままでは保つことができないっていう情報は伝わってたんです。それを一般の市民が信じるか信じないかっていうのはそれぞれの受け取り方があったんですけど、一応そういうふうな話は広まってたんですね。でもうそろそろやばいなっていうような、そういう状況も感じてたんです。長老会と、そしてあの王様、女王、神官でも上のランクの人たちで日々相談がなされてたんですね。で、これはレムリア大陸にある大事な情報、これをアトランティスに渡してはいけない、そしてそれを悪用されてはいけないから、これでは一層大陸を沈めてしまおうっていうプランだったんですよ。で、それについてじゃあどういうふうに沈めるか、いつのタイミングにするのか、そして市民の避難をどうするのか、そういうことを話し合ってたんです。なんですけど、時期的にはもうちょっと先をイメージしてたんですけれども、危機が迫ってきて、それどころじゃなくなり、市民に対して正しい情報をシェアする時間もなく、そして避難する時間もなく、突然沈ませないといけないっていう状況になっちゃって、市民の人からすると本当に寝耳に水のタイミングで急に大陸が沈んでいくっていう
動きが始まったんですよ。そしてそれはもともと知ってた人たちは、あ、今来てしまったということで、その時に慌てて動くんですね。コアのところの人たちは話し合ってもうやるしかないっていうのでやったんですけど、新刊とか人たちはそれが来るっていうのは聞いてたんだけど、こんな報告もなく急に来るとは思ってなかったんで、え、今なの？みたいな感じで市民を逃がしたりとか、そしてレムリアの中にある大事なものを持ち出すとか隠すとか、そういう作業に追われてしまうんですよ。で、この中で市民の人のカルマ、急に大陸が沈んでいって自分も死んでしまったっていう、あの恐怖のカルマだったりとか、中堅の層の人たちによくあるのが、自分たちは知ってたのに助けられなかったっていう悲しみとか罪悪感を抱いてるカルマだったり、もう一つは急にコアの人たちが何の知らせもなく急に沈ませることをしてしまった怒り、それもあったりします。そしてコアの方の人たちはやってしまったカルマですね。やっぱりそういういろんな人たちにいろんなカルマを抱かせてしまったっていう、そういうカルマを持ってしまっています。だからやってしまった人たちへの責任だったり懺悔だったりとか、そういうものがたくさん持ってしまっているので、コアの人たちの方が一番重たいカルマを持ってるんですね。はい。で、そういうふうにね、いろんなその時の立ち位置によってのカルマを持ってきた感情の深さ、性質がもう人それぞれ違うんですね。一つ共通しているのは、みんな知ってたんですよ。レムリアが亡くなってしまうっていうことは、信じる信じないは別としてね、だけど知ってたんです。そして沈んだ後、また地球がアセンションした時に、またレムリアの文明波動が戻ってくると、レムリアが復活する時期もまたかなり後に訪れるっていうことは知ってたんです。だからみんなが沈んでいった時に亡くなっていった人たちだったり、あとレムリア大陸から違う大陸へと逃げていった人たちは、レムリアの復活が来るっていうこと、その時に自分たちがまた集まるっていうこと、それを誓ったんですね。だからこれは本当レムリアの魂の方に、多くの方に共通している意識です。もうこの時に集まろうっていうことね。そしてまた新しく第一歩を進めていこうっていうことを決めてました。で、魂のカルマの話は、こういった体験をした魂の人たちで、それで生まれ変わって、その魂の人たちが今の自分として持ってきているものなんですけど、もう一つがさっき言った大陸の方に散らばっていった人たちですね。で、その人たちっていうのは肉体を持っていたので、このレムリアの遺伝子を持ったまま各土地へ散らばっていったんですね。そのうちの一つが日本です。ちょうどレムリア大陸が沈んだ時、富士山が噴火してたんですよ。で、その富士山の噴火の日ね、マグマが噴き出しているのをこう遠くから光として見て、そこを目指して船で日本に向かったんです。レムリアの人たちはこう自然信仰だし、自然のエネルギーを使って生きていた人たちなので、富士山、マグマが噴き出しているパワーとか、その富士山の霊的な役割も分かった上で、あそこに向かうっていう風に日本に向かう軍民がいたんですよ。で、日本の方に向かった人たちは富士山に向かってレムリア大陸から日本へと目指していくんですけど、でも富士山のところは噴火をしてたので、近くに行った時にそこから上がれないんですね、日本にね。だからそこから九州の方へと移動していくんですよ、海を渡ってね。そしてぐるっと回って奄美の方ですね、奄美大島の方からこう入って、そこから九州の方から入った人たちと、そこからそのまま沖縄の方ですね、沖縄の方に上陸していた人たちと2つに分かれるんですけれども、そういう形で日本に向かっていったレムリアの人たちに、レムリアの DNA は九州と沖縄の方に入っていったというふうに言われております。はい。こういう形で日本では、日本人の中にも DNA が残っていたりするので、もしかするとルーツに沖縄とか九州のルーツがある方は、肉体の方もレムリアの遺伝子を持っている方かもしれないです。で、この地球上にいる人はね、
肉体の方のカルマの方が結構強く働くんですよ。現実で動いていく時にすごく縛られるというか、コントロールされるというか、影響を受けてしまうんですね。肉体で持ってるカルマの方が、魂のカルマよりも。なので肉体を持ってる方ほど、そのレムリアっていうのを自覚して動いたり生きている人が多いと私は思います。魂として持ってきてる、魂のカルマとしてだけの方の方が、なんかこうレムリアって気になるんだけど、なんか自分の中では自覚がないとかっていう方が多かったりします。でそういう差はあるんですけど、どちらの方も今回このタイミングで雇用、そして自分がレムリアっていうこと、それも情報としても自分で知って、そして自覚して新たに生きていくっていうことを決めてます。そしてそのタイミングがもうね、今来ていて、本当に新しく世界が作られようとしているので、今この大陸が沈んでいっているカルマをですね、みんな体験してるんですよ。一回しないといけないんです。過去のカルマを乗り越えることで解消されていくから、大陸が沈んでいった、そしてその自分たちが馴染んでいた社会が壊れていったっていう体験を、前は沈んでいったっていうカルマだったんだけど、今回は壊れていく中で生まれていくっていう真逆の体験をしていきます。だからこれからたくさん壊れていくし、日本も壊れていくし、今の自然の形もどんどん変わっていくけど、それに対して破滅じゃなく新しい創造っていうところで、ポジティブにみんなが取っていけたらいいなって思います。では。